めちゃくちゃ久しぶりの CBX っていうか、めちゃくちゃ久しぶりの帽子なんですけど、これ大丈夫ですかね。髪の毛ボサボサだから、だからというかね、ヘルメットかぶるから、今かぶってる感じになるわけですよ。はい、まあいいや、そんなことはさておきですね。今回は CBX 久しぶりに乗りたいなと思っております。最近2ヶ月ぶりぐらいですね。エンジンかけるのは1ヶ月ぐらいずっとかけてなかったんですよ。その時にかけた時はすげえかかりが悪かった。あ、これ大丈夫かなと思ったの。まあ寒い時期もあるかな。その1週間ぶりにまたかけたらセル1だった。で、その後から2週間だぐらいかかってるんですよ。はい、だからどんな感じでかかるでしょうか。ちょっと今日はそちらをかけて試乗したいと思います。あ、ちなみに腕が痛かったから、ずっとね固定してたんですよ。だから乗ってなかったんですけど、今日は今もう固定器具を外したからね、それの簡単に軽くね、そんな遠出はしないんですけど乗ってみたいと思います。改めて見てもっていうか毎日見てるけど、かっちょよくないっすか。うん、キャンディーライフエクセル缶、ん？キャンディーライフエクセル缶ステンエクセルですね。うん、やっぱね、 TikTok ライブとか、まあ、YouTube ライブとかしてもそうですけど、白黒のこの CBX めっちゃかっこいいって言ってるくれてる方が多くてね。はい、こちらのカラーは、自分がね、あの CBX 買う前に YouTube でね見たのが白黒で、そのカラーに一目惚れしたんですよ。それをツーさんにやってもらっていたという感じですね。はい、ちょっとエンジンかけてみましょう。セル1ですね、セル1。2週間ぶりだったらまあ全然大丈夫ですね。ここら辺はやっぱ埃が溜まっちゃいますね。それとね、これありがたいことにいただいちゃったんですよ。立花のコルク新品です。鈴木浩二さん、ありがとうございます。こちら今日初めて被らせてもらって乗ります。うん、大丈夫ですかねこれ。ちょっと行ってきます。めちゃくちゃ久しぶりというか2ヶ月ぶりぐらいに乗っているんですけど、むちゃくちゃ気持ちいい、むちゃくちゃ行ってます。246、を走っております。246を出てからではないと家バレしてしまうので、こうやってしてます。ていうか、まあライブとか見てくれてる方だとしたら自分の、家を知ってる方はいると思いますが、はい、こちらは今どちらに向かっているのかというと、厚木サマンサアーミーの置き場に向かっております。それはなぜかと言いますと、喋り方なんか変じゃないですか。あのヤンキーチャンネルのステッカーを、サマンサアーミーの高橋くんっていうね、自分と同い年の運転手さんが、なんか欲しいっていう風に 言ってくれてる人がいるみたいなことを聞いてて、あ、だったらじゃあ私に行きますみたいな感じがあったんでね、それの用事も踏まえまして、久しぶりに、乗りがてらにね、行っているという感じです。なんか1ヶ月ぐらい最初放置しちゃったんですよ CBX。 さっきも話したと思いますけど、そうするとやっぱセル1で全然かかんなくて、チョーク上げててもで、その後もう1回かかってから、2週間後にかけたらセル1だったんですよ。あ、1週間後かで、その2週間後にまた今回かけたわけですけど、そしたらいい感じでかかりました。まだかぶってんな。
とまだ被ってますね。あったまりきってない。やべ、久しぶり。こちらヤンキーチャンネルのステッカーを、ダンプサマンサーミーの高橋くんに、渡しに行く感じです。高橋くんの、お知り合いさんというか、よく会う方に自分のステッカーが欲しいって言ってくれてる方がいるみたいなんで、高橋くんにお渡ししますよ。アウトレット、ザ・アウトレット湘南平塚2023年春、あとだからもう春だから、春って4月でしょ、だとしたら2ヶ月後ぐらいに開きますね。イオンとかも入ってます。自分たちって言ったらアウトレットは御殿場にね、よく行ってましたけどね、もう御殿場に行く必要がなくなったってことかな。結構でかいですよ、もうこんなに開拓されてってます。平塚シティエンジンの調子が戻ってきました。いいね。文化会館の手前のところでございます。サマンサーミーの場所知ってる方いますかね。ホテル街な感じなんですけど、はい、こちらいつも自分が、車だったりとかねで行くときに通ってる道なんですけど、サマンサーミー着きました。めちゃめちゃ置き場綺麗になってますね。じゃあ高橋くん置いときます。めっちゃ光ってないっすか。自分のことながらで申し訳ございませんが、めっちゃかっこいい。やばい。いやー、しかも乗ってて超気持ちいいんですけど、寒くねえわ。すっげえちょうどいいあったかさ。うん。だって、見てください。普通の手ですよ。手袋いらず、冷たくないです。ちょこっと冷たいぐらい。うん。でもやっぱこれ全体的に見ると、ここだけちょっとね、エアクイって言うんでしたっけ?が気になっちゃいますね。あとはね、ちょいちょい目は磨いてたんですけど、ピッカピカっすよね。はははは。なんか3段とかつけた、方がいいですよとかいいよとかって結構言われるんですけど、いや3段いらないでしょ。これにどう3段つけんの。なんかちょびさんとかだったらなんか見た目、これぐらいだったらねいいのかなって、ちょっとこれぐらいだったらいいのかなと思ったけど、エイジとかに聞いたら、いや30センチぐらいが欲しいですみたいなこと言われて、いや欲しいです言われても欲しいですわ俺は別に欲しいですじゃないしと思って、30センチとかだったらねこれぐらいの高さっすよ。もうちょいね、あのなんだろう、コンパクトにまとめたいんですよ。うん。しかもシンプル。はい。どう?これやばいんですけど。あとね、なんか、そうだ、ここって何でした?何て言うんでしたっけ?ゆかくんに変えた方がいいよっていうふうに言われたんだけど、これはこれで別にいいよねって思うけど、なんかもっと綺麗な、何かがあるんだよ。なんとかカバー。シリコンカバーじゃない。なんとかカバーっていうのがあるんです。ポイントカバー。違うな。忘れた。はい。よし。調子もいいですね。昔にさ、自分のあの山さんのストーリーで乗っかってたんですけど、自分の昔の暴走族の時の、写真じゃねえ動画があったんですよ。これヤンキーチャンネルのインスタグラムの、ストーリーじゃないな、リールかリールに上げたんですけど、
あの時ね、まあ、ちょこっとのコール少し切ってる感じだったんですけど、あの感じ、まあ全然うまくはないんですけど、今あの感じ全く切れないですからね。でもちょこっと練習したら切れそう。まあ切らないですけど、いやでも切りたいな。でも切りたいって言ったらコール切るとかしたら、この行動とかでは切れないですよね。うん、ね、まあコール、うん、切らないか。はい、だからなんかどっかで、なんだ、どっかに誰にも迷惑かかんない山の奥とか、行動じゃないところでね、あのコール切って練習、一人で楽しむっていうのは別にいいですよね。しかもなんかそういうようなところ、サーキット場とかを貸し切ってやったりするイベントとかもあるぐらいですからね。うん、まあでも、そこはまあ今はとりあえずはいいかなとは思いますけど、なんかそういう風にこういう昔に乗ってたバイクとかって乗るとそういう気持ちになっちゃいますね。さて、帰るか。どうせだったら最近ね、あそこら辺厚木、もう少し先に行くと厚木警察があるんですけど、信号待ちしていた時におまわりさん2台が前にいて、その方なんかが U ターンしてったんですよ、信号を。しかも、右の右折の矢印の時に行ったんですよ。これって自分の中には違反なんですよね。だからちょっとそれを聞きに行ってみようのコーナーということで、じゃあおまわりさん行ってきまーす。すぐそこなんで厚木。ていうか何これ。そうだ、丸先輩が言ってた文化会館の前のところ、今これ見えてます。ハワイアンダイニングカフェができるラ・オハナ。これケイさんと自分コラボさせてもらいに行った時に、ヤマさんと一緒にランチ行ったとこだと思う。多分すごいおしゃれなカフェだ。あー、これ行きたい。3月2日オープンだって。ここ今警察署前っていう信号なんですけど、ここにマックあるでしょ。ここに厚木警察署があったんですよ。ほら今駐車場になってますね、跡地は。で、右の目の前に見えるところが厚木警察署、厚木税務署か。厚木税務署の先が厚木警察署なんですよね。さっき言ったのはこの信号です。厚木市立病院前信号っていうところで、ここのレーンにいたんですよ。で、まさに目の前におまわりさんが1台2台っていう風にいたんですよ。それをこれ青にならないんですよ、あそこの信号が。右に右折レーンが出るんですよ。この時に右折しかダメなはずなんだけど、 U ターンをしておまわりさんなんかが、戻ってったんですよ。あ、だから俺も、U ターンしたんですよ。そってこれこれを U ターンしたんですよ。でも俺はダメだと思うから今はしないけど、あの時はおまわりさんの後についていったんだけどね。まあ、それだったら俺がおまわりさんと一緒に、まあ、捕まることになるんでしょうけど、シナバーモノトモ的な感じになりますけど。こちら今一瞬だけ止めさせてもらって、今ね、降りてきてくれたんですよ。女性の、おまわりさんに言ったら、上の方に繋いでくれて、上の方が、降りてきてくれて教えてくれたんですけど、結論から申し上げますと、先ほど言った信号が右折レーンに出た時は、U ターンしても平気ですって。なんか U ターン禁止のマークがついてない限り、右折のやつがあったとしても、あれは別に大丈夫なんだって。だから失礼しました、自分も間違えてました、自分が間違えてましたっていうことを告げて、終わりました。いや、これ聞いといてよかった。今なんか企画みたいな感じで聞かせてもらいましたけど、いい勉強になったわ。恥ずかしいねこれね。みんなに、俺何人かの人に教えちゃってたぞ。やべえ、なんというかっこ悪いことした。しかもね、ご丁寧に結構なんか教えてくれたりするんですよね、おまわりさんって。はい、
ちょっとお名前の方を聞くのを忘れてしまったんですけど、厚木警察署のおまわりさん、ありがとうございました。ちょっとなんか疑問があったね。これってさ、あの教習所とかでもさ、教えてもらってることと全部教えてもらってるかもらってないのかって言ったら、多分教わってないんですよね、今のようなことって。こういう抜け落ちって多分自分らって絶対皆さんあると思うんですよ。道交法を 100% 理解してる人って多分いないんですよね。だからこういうことを自分が、なんかこれ大丈夫なのかなって思った時は、まあ聞いてみた方がいいですね。おまわりさんに電話するなり、こうやって行くなりしてね。そしたら結構、柔軟にというか優しく対応してくれたりするんで、ね、というわけですみません。今回は確実に自分の間違えて、いました。それをそのまんまにしてた。ちゃんと聞いてよかったっていう話です。さよなら、さよならというか帰ろ。庄司さんの平塚営業所、新しくなったんですよね。三公園、ここ成川がサンマーメンよく食べに行ってたとこ。神田で結構有名なんですけど、俺食べに来たことないですよね。こちらの、いや今日は食べに来たわけじゃないですけど、今度食べに、行ってみたいと思いますが、こちらでね、今日はあの動画は、締めということで3公演からお届けしました。はい、CBX の久しぶりのね指導をさせて、調子は万全です。最高でした。皆さん、まだ前にねツーリング行こうっていう風に話をいろいろしてましたが、今年は今年こそは、行きましょう。江ノ島とかいろいろ行きたいですね。はい、こんな感じで終わりたいと思います。さようならー。